対決サクサクセス120回目は昨年のパリーグ最高勝率投手オリックスの山岡泰輔と今作品初の対決やっていくぞ。まず今回の対決方法に関しては両選手を同じペナントで、そして山岡をローテ1番手、僕の選手をローテ2番手に設定し、調子次第で3シーズンペナントで回して一番良かったキャリアハイの成績同士を比較し勝敗を決めていく予定です。現在の能力と昨シーズンの成績を見ていくとこのようになっていて、まず能力に関してはもう力ある投手ですね。基本的な部分から武器になる V スラもありますし、ほんで特殊能力もね、赤徳もちょっとついちゃっている、また調子極端持ちでもあるから、まあちょっとオートだと数字の変動は激しいとは思うけども、力ある投手には違いはないです。そして昨シーズンの成績で見ていくと防御率に対して勝ちまくってんのよね。そして全然負けてない。でチーム状況があれなオリックスでこの記録を叩き出すっていうのは100年に一度の奇跡が起きたと言ってもいいかもしれないね。これは山岡自身、あとオリックスの首脳陣、チーム関係者、あとオリックスファン、その他11球団のプロ野球ファン、みんながえって驚いたでしょうね。山岡がこのタイトルを受賞するっていうのは。また山岡の年度別成績で見ていくと、過去2シーズンデビューから一度たりとも貯金作れてない投手なんだわ。それは山岡が悪いんじゃなくてチーム状態があれやからね。で昨シーズンは初めて貯金を作った上にそのシーズンで初めてのタイトル最高勝率を受賞するっていうのは何なんだろうね。持ってる男と言っていいのかな。でも本当に持ってる男だったら最初から勝つよね。ちょっと立場がようわからん選手、運がいいのか悪いのかね。まあ、今回はそんな投手と対決するわけですから、やっぱオリックスというチームでいかに勝つか負けないか、そこも対決の中で重要視される部分だと思います。選手を作る際は持ち込みアイテム、変化球、強化カード、山岡みたいな武器をまずは手に入れるためにね。そしてラッキートレジャーカード、この2枚を持ち込んで山岡以上に勝てる投手、負けない投手作っていきやしょう。レッツ対決サクサクセスステージ1。おっと待て、いきなり宝箱がありますよ。いいっすね。で、初期能力はサークルチェンジアップがついている、山岡と同じ変化球だね。まあ何も同じである必要はないですから、これからいろんなものを手に入れていこう。中身は急速超人年でいきなり132キロになった。全てにおいてまずはもう平均以上にしていきたいね。相手が山岡ということを考えたらね、足りないものがあってはならぬ、全て満ち溢れてる、こんな必要ねえよというレベルまで上げていきたいね。いつもそう思い描いてるんですけど、なかなかね俺が描いてる通りの絵って完成しないのよ。まず変化球パネルが2つあるのは、この場合はもちろん全部踏むよね。どっちから行こうかな。まずこれ踏んで、でこういってこういって、でもう一回変化球パネル踏んで、このステージはもうこれで終わっとく。まあでも変化球パネル踏みまくってる割にはそれに対して全然変化量上がってないね。強化カードもあるということを考えたら一気に5とか6になってくれてもええんやけどね。ならへんかった、ちょっと運が悪いのか。で新たな変化球がありますね。あれはカーブ方向だ。取っておこう。何がつくかな、何がつくかな、ナックルカーブついちゃった。いやいいぞ、これ持ってるやつはオートでめっちゃ活躍するイメージが強いから、強いからいいなって言ってたらそこで体力減少必要ある。なんで人が喜んでる時にさ、こうやってしてくんの。このゲームはね、その俺の声のボリュームによって起こるイベントが決まってるよね。おーってなったら明らかに下げに来るから、マイナス的なイベント来るから、だから静かにやった方がいいのかしらね。ほんと疑って疑って疑いまくってるよこのシリーズの俺はね。だってそういうことが立て続けに続くじゃん、疑いたくなるようなね、マイナス的なイベントが。もうこのステージに関してもこれで終了。サークルチェンジの変化量は今踏んだことによって5にできたね。もうすでに武器は持ってる。まあでもあんまりこれ一つだけじゃねえあかんからね、もっとね全てに。お、またあるよこれ、マジか。じゃあ踏んでこれで、あ、7になったね。早速変化量マックスの変化球ゲットだぜ。でもこれだけやな、これしかないわ。それ以外の能力もないし、変化球に関してもそう、スタミナに関しても先発で投げれるほどのものじゃないから、まずはそこを手に入れていくところから始めないとな。ガンダスタミナ強化カードって、あーそっちか、コントロールか。え、また急速強化カード助かるね。ただもうそろそろマイナス的なイベントが起こりそうで怖いんだけど。あー、いやいや起こらへんわ、なんか急にね。えーいっす。で宝箱の中身がちょっとスタミナ超人伝とかであればいいんだけど、野球偉人伝か。回復 B に根性丸、どうだろうね回復 B は。でもオートだと役に立つか、かなり役に立つんじゃないかな。
本当でもスタミナって関係あって、そこがあるかないかによって試合ごとね登板結果が変わる。少なかったら多くのイニング投げれないし打ち込まれるってこともあるかもしれないんでね。だから回復すればそれほどいいものだよ。また新たな変化球があるね。ここシュートボールか。その前にやっぱスタミナからね、スタミナもそうだし制球能力もそうだし、ちょっと変化球ばっか上がってそれが上げれてないから体力も2とか勘弁してくれよ。近藤君、君は ありがたいね。求めてるものをくれるオリックスファンになっちゃいそうだわ。あくまでもなっちゃいそうってだけでならへんからね、心配すんな。でお前はなんでそこに来るのよ。本当に邪魔やな。制球超人伝で平均以上の制球力は手に入れたけど、ちょっと待てよ、これうまくいけばカレーハメいけるな。よし、これは逆にプラスだった。いい動きだったな。最近邪魔されてばっかだったんだけど、今回はプラスに変えれて、それでいてまた体力回復で、で逃げるな逃げるな、止まれ。うわーもうええわ、お前は追いかけない。新たな変化球は H シュートがつきました。このステージに関してはこれで終了で、最終ステージでやるべきこと、まずはスタミナからだよ。ほんと長いイニング投げれないじゃないか。イニングイーターにまずはなれ、それでいてその中を抑える男になれ。これ直下パネルはないか。うわーでスタミナパネル自体もそんなないね。宝箱選手にあげてもらうか、それとも宝箱か、とにかく C はないと話にならんわ。この対決 C は欲しい。あーで待てよ、これまずは宝箱優先してね。 D はあるけどそれだけや。ガレン近いぞ、寄ってくんなよ。新野球人でまた特殊能力のパターンかい。高速チャージ、打たれ強さ C にクイック C、 あー4つもついちゃった。わおわおわお、それはすごいと思いますけども、何度も言うがスタミナだよスタミナ。ここはどうだ、2222のみね。で体力は6ね。 OK で選手も逃げんな引くな。でこれちょっと野球マンの登場も待ってるんだけどね、出てこないのか。あと1パネル踏んだら C になれるから、スタミナに関してはあと1パネルが近い位置にないよね。もう1回シャックル踏んで頼む、近くに近くに。どうだ、あーそこにあるな。じゃあそれ踏んで待てよ、1234566、あーまあいける。で選手にも会いたいんだぞ、会いたいんだぞ。なぜ逃げる、彼にロックオフ、お前じゃのオペ。あー最終的に会えたね、沢田君。うわまた特殊能力かい。こいつ特殊能力お化けではあるんだけどね、基本的な能力が足りない部分が多すぎるやろ。でも出来上がったものはこれだ。結局スタミナ C 乗らず、これだと基本的な能力はあってもスタミナが足りなさすぎてのパターンになるかもしれないんだけど、もうどうしようもないからこれで終わり。これから両選手を3シーズンペナントル回していきます。起用法はローテ1番手山岡、2番手を僕の選手に設定して、共に調子次第の起用法です。その中どっちの方がいい成績を残すのか、またどっちの方が勝ってくるのか負けないのか、そこが大事になってくる。でもそこの部分は投手の力というよりかやっぱこの打線の力によって変わってくる部分なので、また今回もここも注目ポイントですよ。オリックス打線がどれだけ打って援護をくれるのか、そしてその中どれだけ勝てるのか、まあ、いろんな部分に注目して、まずは1回目シーズン開幕と英気圧勝。1回目シーズンが終了して、なんとオリックス A クラス入りしてます。70勝勝率5割1分5でね、オリックスが A クラスに入るのは2014年以降初やね。ゲームとはいえどなかなかこの光景を見ることはできないんですけど、なぜ見れた、俺の作った選手を加えたから。でも投手1人加えるだけでここまで変わるかな。いやその投手がえんぐい成績を残していたらチームを劇的に変えることだって可能なんだからね。まあ、こうやってチームが通常いつもは最下位のオリックスが3位に入ってるってことは、もしかしたらそういうことじゃないかな。まず最初に確認するのは打線の方から見ていきましょう。打線が頑張ったからとかじゃないのかな。オープンどうだ、いや見てくれこれ、打線結構打ってるね。まあ打ってるのは一部のみですよこのチームね、相変わらず。でも吉田がえんぐい成績残してる、この率にこの本塁打、あとロメロもねこの率にこの打点にこの本塁打で、これ見る限り結構援護があるっぽいんで、結構勝ってるんじゃないですか。続けてメインの山岡と僕の選手の成績の確認をしていくと、オープン、わーおわーおわーおイエ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 イ言ったでしょ、能力はあると、だからこそこういう数字を残せるとね、申し訳ない大きな声を張り上げてしまいですね。いやいやでもこういう数字を見たらそうなるでしょう。イニング数はやっぱスタミナがあれなんでちょっと少なく見えるというか、まあ実際ちょっと少ないよ、うん。
でもいいんですよね。てか山岡さん防御率 4.13 と、まあリアルでは3点台投手ですけどね、それよりも上回った。そんなんじゃやっぱ勝てないよ。勝てない理由は君にもあるんだよ山岡くんね。オリックスのせいにしちゃダメだよ。いい成績を残したらちゃんと勝てる投手は山本由伸や俺のように、そしてアルバースのようにいるんだからね。君も頑張れば貯金を作れたシーズンなの。君の頑張りが足りなかったから負け越したんや。最高勝率な山岡っていうのはまずは見ることはなかったですね。一通り共に数字を確認していくと、まずは僕の選手からいきましょう。登板は23試合とローテ2番手で23試合ということは1試合2試合ローテをすっ飛ばしてますね。怪我の影響でしょう。その中防御率 2.43 で155イニングを投げての11勝6敗勝率6割4分7厘で完封1。完投に意外やね、あのスタミナで。 QS18 で率 78%、 HQS9個で 39%、 奪三振168個で三振率 9.73、 フォアボール29個でデッドボール5つ、四死球率は 1.97 と、フォアボール数に対してのデッドボールがちょっと多いね。打者623人を相手に被本塁打はたったの5本のみで率は 0.29、 被安打率も2割1分2厘、得点圏では2割4分8厘、対左は2割1分、ウィップ1切っての 0.97、 失点自責はこのようになりました。パーフェクト、素晴らしい。で山岡くんのシーズンで見ていくと、登板25試合と、まあこっちに関してはローテ一度も外してないかな。その中 4.13 という防御率で152イニングと、イニング少ないね。で8勝10敗勝率4割4分4厘というゾロ目でも、ゾロ目になる理由は君にある。完封1、完投1、QS13 率 52%、 HQS9個で 36%、 奪三振153個で三振率は9点台、フォアボール60個デッドボール2つで四死球率は 3.66、 被本塁打16本とアビトール、被安打率も高い、得点圏ではそこそこに抑えとるけどね、対左にもそこそこに打たれとる、ウィップは 1.43 でフィニッシュ。ランナー出しまくる上にホームラン打たれまくる、またそれもフォアボールでもランナーを出しているということを考えれば、必然的にこの防御率になるのは納得って感じ。タイトルの確認もしていきましょう。なんか取ってるかもしれないよ俺が。ベストナイン戦が、そうだこいつが多いやこいつがおる以上ないか。あーでゴールデングラバー枠井と岩隈、いつの時代の話やねん。毎回ここにおかしさを感じるけど、まあええわ。でその他個人タイトルで見ていくと、どうだこれ、うわっ、あーでも取ってるわ、最優秀防御率ね、エースで最多勝千賀とかじゃなくて、あー出た出た高橋ね、これ中継ぎながら受賞ですわ。で投手4冠をセリーグで大野が達成して沢村賞まで取ってる。なんかいろいろと突っ込みどころ満載なシーズンなんで、一通り確認していくけどもね。あこれ違うわ、先発起用なんか、申し訳ない、間違いでした。デフォルトだとあれなんだけどね、中継ぎ起用で、そしてその中継ぎ起用でタイトル取ってくることあるんですけど、今回の場合はなぜか先発で使われていて、まあ、その中こういう数字を残して18勝を挙げたから、あタイトル受賞なんですね。あそれだと何のおかしさもないですわ、まあ、防御率に対して勝てすぎやなとは思うけどね、勝てすぎ負けなさすぎやなと思うけど、運が良かったんでしょうね、うん、まあだからこそ、あとソフトバンクだったからこそ挙げれた、この数字に対しては何のおかしさもないですね、うん。で大野くんの成績を見ていくと、あい待って、防御率 1.90 で200イニング投げて18勝2敗で勝率9割で、中日というチームでここまでの数字を残したやつは歴代振り返ってもなかなかいないよ。そして完封なら関東14、えぐいな。奪三振も200個クリアしてる、沢村賞の全項目クリアだわ。あなるほどね、こんな圧倒的な数字を残すのであれば、そーらセリーグで無双します、沢村賞も取りますわっちゅう話。こういう成績を残してみたいんだけど、今回の選手に関して残念ながら残すことはできない、それは絶望的にスタミナがないからね。まあただただただそことの対決じゃないし、沢村賞を取るか取らないか別にどうでもいい問題です。1回目シーズン最優秀防御率を取ってきた僕の選手、対して山岡は4点台な成績、いきなり大きな差が出たが、これはあと2回続くわけなのでね、これがキャリアハイになってはあかんよ、もっともっと高みを目指そう。やっぱスタミナはなくともそれ以外の能力があるから、だからこそいい数字を残せて、だからこそ多くのイニング投げれるよね、無駄な球数を消化しないし打たれないからね。だから今後もこれ以上の数字を残してくれることを信じ続けて、2回目シーズン同じ起用法でまたペナントを回していきやしょう。2回目シーズン終了、そしてあれれのれ、オリックス最下位になっとるね。さっき3位で今これか、この差は何なんだと言われたら、まあ現実的ですよ、さっきが夢時間やったんや。まあこういうことになってるということは、さっき以上に打たなくて守れなくなったということですよ。野手メンバーで見ると、
あ、相変わらず吉田も頑張ってる、ロメロもまあでも先以上の数字落としてるわな。やっぱ全体的に落としてますよ、吉田以外の選手はね。それもあるので、まあ、こんな感じになっていて、でこんな感じの打線陣ではそら多く勝つことはできないから、その辺どうだと言われたら成績オープン。お、でもその中またキャリアハイ更新したわ、 2.33、 さっきよりも防御率ええがなええがな、わーわーわー。そして当然のごとく貯金も作ってる、当たり前だよ、これは当たり前、常識だよ、これくらい勝つのが当たり前の世界なんだからね。チームがいくら弱かろうが 2.33 なんだからね。ほほー、やっぱスタミナなくてもそれ以外があるから、それにもよってスタミナのなさもまたカバーできてる、最強の選手じゃないですかこいつ。でも逆に言うとスタミナがあったらもっと最強な成績残してて、それこそ王のレベルになっていた可能性もあったってことでしょ。そう考えたら惜しいけど、まあとりあえず対決勝てたらそれでいいか。で一通り僕の選手から数字を見ていくと、登板24試合で防御率は 2.33、 169イニングを投げての11勝6敗で貯金も作っている、完封も3で完投も5、いやいやいや、スタミナの数考えたらこれとんでもないことやってるよ。 QS19個で率 79%、 HQS12 で 50%、 奪三振187個で三振率もあわや10点台付近、フォアボール41個で四死球率 2.28、 基本塁打8本で被安打率2割1分7厘、得点圏では2割3分、ウィップは 1.04 でフィニッシュ。はあ、最高すぎんな。間違いなく一通り数字見た感じ1回目の全てを上回ってますから、もうこれがキャリアハイ認定でいいでしょうね。で山岡に関してもさっきよりかは数字は良くしているが、それでもだよね、登板24試合で防御率は 3.96 で147イニングを投げるも8勝11敗、仕方ないよ、こんなチーム状況下の中3点台後半で勝とうだなんて甘いよね。大体リアルな山岡くんだって相当恵まれた成績ですよ、あれだってね、リアルだって負け越したって不思議じゃない、山本由伸が2桁勝ててないんだからね。ということを考えたらこれはもう当たり前、あるべき世界がここにあるっていうのが正解かな。リアルが恵まれとんね。完封1、完投2、QS12、率50、HQS は 33%、奪三振は山岡も結構取れてる、結構どころじゃない、普通に取れてるわ。で四死球率 3.29、 基本塁打19本と先発投手としてめちゃくちゃ打たれている、被安打率は2割4分8厘、得点圏では2割3分9厘、でウィップ 1.28 でこれでフィニッシュ。2回目シーズンタイトルの確認といきましょう。次も取ってるでしょ、最優秀防御率は確定、どころかベスト9取っちゃった、ゴールデングラバー山本由伸で、沢村賞とかやっぱ投球回的に取れねえわな、大瀬良が次取るんかい、またセリーグからだね。で待てよ、勝率1位投手該当者なしということは13勝以上上げた投手がいないということか、そんなこともあるんだね。調べてみました、この勝率第1位投手というのは2013年からできた新たな賞なんですよね。ほんでそこから13勝以上上げた投手が対照的になったんですけど、新たな賞が誕生してから以降該当者なかったことはセパともにないんです。毎年13勝以上上げてる投手というのは当然いたわけですからね、リアルでは。でもこのパワープロではまさかのおらず、最多勝自体は有原と今井なんだけど13勝以上じゃないってことでしょ。僕の選手のタイトルで見ていくと最優秀防御率受賞してますね。いやありえへんなこんなんね、それこそさっきみたいにやっぱソフトバンクが強いからさ、高橋も勝てば千賀も勝つしね、13勝以上は当然のごとくいったんですけども、どういうこっちゃ。まず戦果で見ると、7勝12敗、なんでこんな風になっとんの？ほんでチーム全体でやっぱそんな勝ててないしね。西武で見ると、12勝の今井がこれ最多勝だね。負けてはないけどもね。でも13勝上げれてない。防御率に対して恵まれてるのは援護があるからもうそれ以外ないけどね。で日ハムの有原に関しても12勝で200イニング投げていてね、はあ珍しいシーズンとなりましたが、まあこんな感じですね。まあ僕の選手は2シーズン続けて最優秀防御率受賞で、でさっきよりもさらにいい数字を残してきて、現時点で言うのであればもう完全に上回ってますよ。一ランクどころじゃないね、もうタイトルホルダーかそうじゃないローテ3番手4番手あたりの投手くらいの格の違いがもうすでに出ているからこそ、まあこの対決というのは最後のシーズン山岡の成績によって決まるでしょうね。僕としては、僕の立場としてはもういい数字を残さなくてもいいですが、さらにいい数字を残してくれて、で山岡としてはもうここで爆発して3回目でね数字を高く残さないと勝つ道というやつがないのでね、3回目シーズンで勝負がつく、ラストシーズンどのような数字を互いに残してくるのかこれから確認といきましょう。
ラストシーズン終了です。最後はもう一気にメインの数字の部分をね確認していきます。確認方法はパリーグ投手ランキングから、もしも山岡がキャリアハイの数字をこのシーズンで残すのであれば一番上で見ることができると思うんですけど、果たしてどうなのか。成績オープン、どちらの名前が先にあって、まず俺の名前が上にあって、山岡くんは現時点で見れないなあ。まあ、最初に出た俺の選手の成績を確認していくと、登板24試合で防御率は 2.58、 3シーズンにわたって全て2点台というね、で全て規定投球回到達してるという、ちょっと予想外すぎる結果。でも後々振り返ればまあやっぱ当然か、能力があるもんね。スタミナ以外は特殊能力もあるんだから、まあこんな感じになるわな。で3シーズン全てにおいて10勝以上をマークした上で、それでいて貯金も作ってる。全シーズン11勝ですね。何なんだこれ。で全シーズン6敗ちゃうか変な数字の収束が起こっとるね。11勝して6敗する、そして防御率2点台の投手、みんな必要、いるよね。どのチームでもこの数字残せるやつはいるよ。なんならエースや、オリックスならね。で完封は0、完投は2、 QS18 で、で 1QS13 個、三振も取れてるしね。フォアボール干渉も少なかったりする。基本塁打も浴びてない。被安打率も低めで、得点圏でも打たれてない。でウィップはこれで、いやもうほんと安定感あるね、うん、いいとこで数字が安定している、収束している。ただこれがキャリアハイではないですね。やっぱ2回目シーズンの方がよりすごかったかなと思うので。また最優秀防御率も山本がいるせいで取れてねえわ。まあいいですよ、いいですよ、これまで取ってきたので。続けて山岡の数字を見ていくと、もうすでに2点台1点台であることは確かじゃないですよ。3点台後半以上は確かですね。どこにいる、どこにいて、どこで出会える、まだ出会えない。おっと 4.36 の美馬が出てきているが、まだいない。ボルシンガー 4.42、 ロドリゲス 4.54、 イワイ 4.65、 フタキ 4.69、 山岡 4.83 と、ワオワオワオ。キャリアハイの数字を残さねばならない投手がキャリアワーストの数字を残している。そしてえぐく負けている。この敗北数はリーグトップじゃないんだね。ロッテの涌井さん、ほんで則本14敗、その流れで山岡なんやね。アルバースも多く負けてます。でも負けるにはちゃんとした理由があるやん、この2人の場合はね。一通り見ていくと、登板24試合で防御率 4.83 と、うわひどいわ。よく4勝もできたなと、チームに感謝し、足とケツとあそこを舐めろと言われたって不思議じゃねえぞ。ほんまに。イニング数145イニング、そもそもね 4.83 という防御率の投手はこれだけの機会与えられないと思うな。過去の実績があろうが、どれだけチーム状況がひどかろうがね、これはひどいな。4勝13敗と、まあそれは負けるわなっていう納得ですよ。勝率に関して言うとパリーグワーストですね、これは、うん、圧倒的なワースト、嫌なワーストですね、見たくないワーストやわ。で完封1あって、完投2個ある。 QS は7個、 HQS5 個と、うわあかんな。三振は取れてるんだが、取ってるだけやな、本当にフォアボール多いし。で基本塁打20本、この辺の数字がキャリアワーストや。だから防御率もワーストや。被安打も多く打たれてる。得点圏では相変わらず抑えてる。タイピンチってどっちかといえば弱い選手なんですけどね。ただピンチはもう3シーズンともに抑えてるよね、まあ、ここ抑えてもそれ以外の部分で打たれてるからあかんねん。でウィップ 1.56 と、まあ頭からケツまで全ての数字を確認しましたけども、まあそらこういう数字になるわなという内容ですよ。一応最後もチームの順位を確認していくと、まあ、最下位ですね。なんかいるべきとこにいる、この安心感、やっぱここにいるのがオリックスですよ。1回目シーズンみたいになんか3位とかにいてくれた方がなんかちょっとパニックになるすごい安心感に包まれてるね。やっぱそこにあるべきものっていうのはあってくれないと、なかったら困惑するよね。で野手の成績で見ても相変わらず吉田正尚の個人軍でしょ。そうですね、いやまあでも頑張ってる選手は他にもいるかな。今回は中川がね3割1分という打率を残して2桁本塁打も記録している。足立に至っては1割2分5厘となんかプロ野球ワースト記録作ってる件について、もしかしてこれ規定打席到達してのこの数字なのかな。そうじゃないですね。まあでもそれなりの機会与えてられてるでしょう、うん。135試合に出場して376打席あるから、規定打席は443なので、あと何十打席だ、70打席あったら、まあ到達してたですね。ひどいな。これだけの機会あって43安打でホームラン1本伸びて、打点15打点で、 OPS で見ると、あ悲惨で、あのね、ひどいものを見てひどいなっていう動画ではないですからね。もうこういうものは蓋閉じて見なかったことにしましょう。両選手が残してきた3シーズンの成績を改めて振り返ると、僕の選手はこのようになっていて、キャリアハイに関してはこれはもう10人中10人が2回目シーズンと言うでしょうね。
迷いなく2回目が一番数字的にも優れてるんで、ここでいいでしょう。で、対戦相手の山岡に関しても分かりやすいよね。やっぱ防御率が極端に分かれすぎてる。あ、でもどうだろうな。防御率だけで一概にキャリアハイとは言えへんからな。数字をじっくりと見たら、いやでもやっぱあれだな、2回目シーズンやな。防御率一番いいし、やっぱ出してるランナーの数っていうのも他と比べて少ないしね、三振も多く取れてたりするし、まあ、それに対しての防御率が悪いんやけどね、それは一発打たれまくるからでしょ。だから山岡に関しても2回目シーズンがキャリアハイ決定です。そしてキャリアハイの成績を比較すると、もうこんなにも分かりやすく差が出ていて、このシリーズの醍醐味ってやつがこの対決には詰まってないの。このシリーズはいい選手を作って、いい選手と対決して、いい成績を残して、そのいい成績同士を比較して、どっちの方が上か、こいつはここの指標がいいからこいつの方が、いやいやでもこっちの方がっていうね、そういう葛藤迷いを楽しむシリーズなんですけど、もうこういう差が空いてるんでね、これはもう一見チラッと数字を見ただけでどっちが勝ちか負けか分かるくらいの差が空いてるので、すぐさま結果発表といかしてもらいます。今回の対決はもちろん俺の勝ちで、山岡の負け。おかしいな、今回はパリーグ最高勝率投手との対決だったんだけどね、いた ?3 シーズン回してそのやついましたか？いなかったよね。やたらと負けまくって、それでいて自身の数字がボロボロな山岡さんはいたけど、最高勝率な山岡は残念ながら湧き出てくることはなかったね。何なんだろうな、おかしいな、求めてる対決とは違うけど、でもゲームの方が現実的だわ。やっぱああいう数字である以上、そしてチーム状態である以上は、リアルな山岡が昨シーズン勝ちすぎなんだよね。そして負けなさすぎ、普通あんな感じですよ。今回出た数字通りの結果が出るはずなんですけど、まあ、昨シーズンは恵まれていた、まあ、単純に援護があるというのは、一概にその野手が頑張ったからとかじゃなくて、例えば投手のテンポが良かったりね、あと負けがつかないってことは相手投手との投げ合いに制してるということですから、山岡自身の力もあるんだろうけどもね、もちろん。ただやっぱり恵まれていたんだなっていうのを今回の対決を通して知っちゃったので、今季2020年の山岡大輔はですね、もうすでに、開幕投手に任命されてるんでね、まあ、だから今シーズン2020年ですね、山岡がどれだけ勝つのか注目してプロ野球観戦してみてはいかがでしょうか。次回の対決サクサクでは、今オープン戦でめちゃくちゃ活躍している助っ人選手、新助っ人選手の再現選手と対決させていただく予定なので、お楽しみに。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またあおう。